はい、どうも、陽一です。今回なんですけども、GL のね、準々決勝、ファーストレグ、レアルマドリード対ね、マンチェスターシティのね、試合をね、解説っていうかね、感想みたいなやっていきたいと思います。解説は無理なんだわ。ちょっと頭悪いんで、うん、にわかなんでね。まあ、一言で言うと、もう、なんか世界最高峰のサッカーやってませんでした、あれ。もう、えって、もうね、うますぎる。なんかわかりやすくなかった戦術とか。めっちゃわかりやすかったんだけど、今回。いつもならさ、なんか、ビニシウスに渡して、なんとかして、っていうのだけわかるんよ。だけわかるんだけどさ、シティに対する守り方がもう徹底されててね。なんで言えばいいやろな。もう真ん中がっつり固めて、ベイナルシーバーとか、あともう左ウィングだっけ忘れたけど、イケメンね。イケメンなんだけど、うん。なんかそっちは流していいですよーってやって、で、後から行くって感じね。カマミンガとかカルバールが。後から行きまーすって感じ。んで、ぐーっつり固めてましたね。中は。中の、もうハーランドにさ、リュリガーが張り付いてんだわ。ストーカーかってぐらい張り付いてんだわ、あの人。すごいよね。ミートンがあんま調子悪くて、で、リュリガーだとちょっとハーランド抑えれないんじゃないかなって思ってたら、結構、ガッツリジャンジリ抑えてすごかったですね、ほんま。意外でした。ということでね、前半からね、振り返っていきたいと思います。前半は、まあ、マンチェスターシティにずーっと持たれてて、30分くらいかな ?30 分くらいまで、70% くらい、ボールキープされてたんだよね、マンチェスターシティに。だから、結構きついなーって思いながらも、結構、その時もハーランドにね、ボール全然回ってなかったんで、ああ、なんとかやれてんなーって。でも、なんか、ワンチャン、一発で崩されて、一点取られそうやなーって雰囲気が流れてたんすけど、ここに出てきたのが、ビニシウスとカマウィンガでございます。カマウィンガはね、モドリッチに渡して、そっからワンツーでもらったところ、独走。あれ、メンディーじゃできないね。やっぱカマウィンガじゃないとできないわ。すごいね。で、ペースを思いっきりぶっちぎってって、でから、ビニに渡して、そこでミーリーがもうミドルシュートを打っちゃうって。で、後半としては、まあ、やっぱ持たれちゃうんですよね。マンチェスターシティ。でも、なんか、結構オープンになってったっていうか、なんか結構攻撃できるようになってたんですよね、レアルも。ボール持って、取って。なんで、マンチェスターシティがちょっと良くなかったんじゃないかなって思います。何試合かマンチェスターシティのリーグ戦見たんですけど、やっぱ、なんか、ねーって感じ。ミスが多いよねーって感じでした。はい。でも、これ、取ってったのが、デブライネなんですよね。いや、でもさー、あれ、ボール出てないか?ボール出てないか?あれ。絶対出とったよな。出てたよな。出てたけど、スルーしやがったよ、あの審判。まあ、審判の文句言わせてもらうと、マジで公平じゃないよな。カルバール、パーンってやったりするのに、イエロー出さずに、まあ、なぜか、クロースの分の方はイエローを出すっていうね。で、誰だっけな?誰か裏削られとったよな。足踏まれとったね。もも踏まれとった選手いたんですけど、それもなんか、ファールぐらいで止めてしまってね、イエローも出さずに終わってしまって。なんか、公平さは、もっと、なかったかなって。なんか、審判のレベル低くないかって、低くないかって思った。うん。そんな感じで、ファーストレグ、1対1で終わりました。
いやでも、先制して勝ってもさ、マドリーっていうチーム的にはさ、先制した方が負けそうじゃね？なんかそんな感じがする。1対1で収まってよかったなとは思う。個人的に。去年の CL 特にな。そんな感じやってみたいな。うん、負けではないけどね。なんか、1対1終わったのが良かったんじゃないかなと、個人的には思います。はい。で、相手のホームとなるんで、まあ、きつい試合にはなるんじゃないかなと思うんですけど、打ち合いで、結構ね、相手の感性もすごいと思うんですが、勝てるでしょう。こっちとしては、ミリトンが帰ってくるかな。ミリトンが帰ってきて、シティとしては、アケが帰ってくる。かな？アケが帰ってくるんかな？そんな感じで。まあ、また、守備の強度も上がるでしょうし、簡単に崩すのは難しいんじゃないかと思いますが、結構カウンターが勝負になるんじゃないかと思います。私的にはね。はい。ということでね、次の CL 準決勝、セカンドレグも、マドリードを応援していきたいと思うんで、よかったらね、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。チャンネル登録。もういいわ！もう、こういう解説とか苦手なんだわ、俺。脳筋でサッカーみたいな脳筋で。そういうことだ。わかった、俺。な。